小型がいた。片付けるぞ。はい、グレー様。行くぞ。結構な数じゃねえか。グレイ、もうへばったか。そういうお前も余裕なさそうだな。ナルナ島演武から連戦で魔力が尽きかけてる。これ以上戦いが長引いたら。諦めるのはまだ早いわ。ウルティア、どうしてウルティアが。話は後よ。こいつらを始末してからにしましょう。何をしても私の罪が許されることはない。けれど今は。ローゼンクローネス、アイスメイクエルブ、アイスメイクフロア、天神のドボン、アイスメイクスノードラゴン、ウォーターデカ、アイスメイクフロア。どうしたよ、こんなもんか。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前に一つ言っておきたいことがある。ジュビーン。何の話ですか。いや、大したことじゃねえんだけど。ジュビアには大したことかもしれません。これってもしかして愛の告白なんじゃ。どうしよう。ジュビア、あれ、私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。
お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を。時が戻っ、一分、私の命の代価が一分だけ。そんな、私は誰一人として救えなかった。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア。なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分の死ぬ幻覚とか不気味すぎんぞ。あの辺りから小型が現れて。本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。奴の動きが見えた。その1分は人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。みんな、これ見て。ルーシー様、何ですかこれは。未来の私のメモ帳なの。ここを見て。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来においてエクリプスは存在しない。連鎖的に私の存在は消える。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければ、ローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかし、すでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するかだ。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊などぶっ飛ばしに行くか。お前に従おう。我が力を使うがよい。よろしくな、おっちゃん。
守るぞ。素晴らしい。これがドラゴンの力。なんたる破壊の力。この力があれば必ずアクノロギアを殺せる。そして俺がこの世界を支配する。裂けよ大地、燃えよ大空、消えゆけ命の灯火。我は竜の王、竜王祭にて誕生せし新たなる王。影はここに光となる。絶対的な光となりて世を照らそう。そんな汚え光はいらねえな。夏か。俺たちの光は心の中にあるんだ。お前の照らす光じゃ何も見えねえんだよ。なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのか。アトラスフレイム、我が心に従ったまで。イグニールの子は我が友の子。行くぞ、おっちゃん。おっちゃん。グレンフォーウォーカン。影に沈め。エイリュード。支援。ナイツ、これを食え。よし。フレイムの炎を振った、だと。エイリューの変弱戦。自分の時代に帰れ。戻るつもりはない。それじゃ今のローグはどうなるんだ。いずれ俺と俺は一つになる。影と影が重なるように。ローグの未来も奪う気か。未来などない。アクノロギアがいる限り。だから俺が未来を作りに来たのだ。夏、ルーシー、ベンディ、エクリプスはアルカディオスさんたちに任せるしかない。私たちはローグさんを。ドラゴンにはドラゴンが。来い、マザーグレア。我が炎の体にプレスなど効かぬぞ。私の混合の体は
炎ではやけまい。我が極炎を侮るでないぞ。行くぞ。私はどうした？死んだ。生きてるぞ。今この瞬間は怯えてるだろう。お前のせいだ。死ぬ、フロッシュ。どうせ死ぬ。1年後か。守らねえのか。守れなかった。今生きてんだぞ。俺は猫一匹と戯れていた頃の俺じゃない。お前、絶望を知らぬ者には分かるまい。やっと手に入れた希望にすがる者の狂気など。なぜ分からせてやれ。仲間を捨てたのは勝利を捨てたのと同義だということ。グレイ、エルザ、待たせたな、ナツ。落とし前つけねえとな。次から次へと鬱陶しい。モード、白栄流マザークレア、一気に蹴散らすぞ。
スメイクアイスゲイザー火竜のゴーラーアイスメイクコールドエクスカイバーエリュウ宣言ごはアーマーありがとうひらけことざの扉リラから来なければこの世界は本当の歴史に戻るってことか。もしかするとこの時代のローグさんを倒さなくていいかもしれません。させるか。エクリプスは破壊させんぞ。まずは未来から来たローグを倒すんだ。この俺が押されているだと。白英竜のギリギルドッ。
前の希望は過去を絶望に変えることなのか！全ての人々が平等に幸せになどなれんのだ！たとえそうだとしても誰にだって未来を選ぶ資格はある！明日なんて分からなくていい！今日を全力で生きるために！マギナニウム合金の扉を。この後どうなるのですか？計算では未来において扉が使えなくなります。つまりローグはこの時代に来れない。歴史が元に戻る。ドラゴンの体が光出した。元の時代へ帰るのか。なんだこれは。人間ごときが、人間ごときが。ごめんなさい。時をつなぐ扉を建造したのは私です。あなた方の自然の時の流れを乱してしまった。あなたは400年前に生きるもの、我々は現在に生きるもの。本来争うべき理由が全くない者同士、それを歪めてしまったのは私なのです。なんだ貴様は。翡翠イーフィオーレ。翡翠？そう、あなたの体の色と同じ翡翠です。同じだと？同じです。翡翠の竜よ。翡翠の竜、悪くない響きだな。お前のことは忘れんぞ、夏ドラグニル。ありがとな、おっちゃん。消えた。ドラゴンスレイヤーが聞いて呆れる。それだけ強えんだよ、ドラゴンってのは。おそらくアクノロギアはさらに、いや今はやめよう。勝利って感じじゃねえが、ひとまず戦いは終わったんだ。勝利さん、仲間を守れたんだ。俺の知ってるローグはお前にはならねえ。影が俺を取り込もうとする。何度も何度も俺につきまとう。俺の中の闇は消えない。そしてフロッシュを失ったあの日、俺は影と一つになっていた。フロッシュは死ねない。1年後だ、必ず俺に伝えろ。1年後フロッシュを守れと。にフロッシュは殺される。
んか名残惜しいわね。バイバイ、クロッカス。ずいぶんと長く滞在していたような気がするな。いろいろあったね。そうね。だけど、ちょっとボロ酒場が恋しいわ。ウル、見つからないね。怪我してなきゃいいけど。怪我は時でも治せんようだからな。扉を壊して時を修復したと聞いたが、まずい、人が来た。ジェラールさんとメルディさんですかな。え？ある女性から手紙を預かっているのですが。手紙？まさか。ジェラール、メルディ、ごめんなさい。先の戦いで私はある魔法に失敗したの。そのせいで私の命はあとわずかとなってしまった。でもどうしても最後にお別れが言いたくて、私の旅はここまでよ。思い半ばで先行くことになってしまったけど、クリムソルシエールの精神を忘れないで。それは罪を忘れないこと、それは罪に押しつぶされないこと、それは罪が許される日を信じること、それは人を愛することをやめないこと。本当の戦いはここからよ。ゼレフを倒さねば、また魔導士が悲しみに染まってゆく。私の分まで生きて、そして戦って。老人、この手紙はいつ？私はいつも自分の人生を呪っていた。抑えきれない不安と怒り、そして憎悪。だけど立ち止まって空を見上げた時、私は自分の小ささを知った。そこに広がるのは無限の世界。降り注ぐ最高が小さな私を照らす。まるで私の罪を浄化してくれるかのような優しい時雨の光。私は生まれてよかったと初めて思ったの。私はきっと幸せだった。最後の最後にやっと自分を許すことができたの。止めろ、馬車を止めろ。時を奪う魔法、あんただったのかよ。親子揃って俺を、なんで。さようなら、私の愛する人たち。皆さん、大魔党演武の優勝ギルドを盛大な拍手で迎えましょう。フェアリーテイル凱旋です。たった今、あいさー、すごい人の数。マグノリア近隣からも集まっているようだね。皆さん、応援ありがとうございました。もうシャキッとしなさいよ。グレー様、なんでもない。グレー様、どうしたのか知りませんけど、そんな顔してたら皆さんに悪いですよ。そうだな、あいつの分まで笑ってなきゃな。ありがとう。またニコレ、かっこよすぎて
それでは記念品の贈呈です。記念品とな、そんな気を使わんでも。フェアリーテイルの皆様、どうぞこちらへ。元通りだ。大佐、もうわしはこの町が大好きじゃ。大魔党演武以来、仕事が一気に増えたの。猫の手も借りたいくらいじゃ。はい。ルーシー、久しぶりに行くか。うん、家賃も稼がなくちゃいけないし。
燃えてきた。いやあ、夏さんとルーシーさんだっけ。あんたはセーバージュースの、どうしてここに。仕事でマグノリアの近くまで来たから、ついでに夏さんたちのギルドを一目見ておこうと思ってさ。そういや、二人に聞きたいんだけど、この町ならではの白いものってある。白いもの、なんだそりゃ。スティンガ君は白いものが大好物なんです。はい、牛乳とかパンとか。なあ、白竜だからか。なるほどな。そんな単純な。あ、でも夏も火が好物なわけだから似たようなものかしら。まあ、なんか心当たりあったら教えてよ。しばらくこの町にいるからさ。白いものか。ルーシーのパンツとか。白じゃない。何言わせるのよ。まあでもこの町ならではの白いものっていうなら心当たりがあるわ。花屋さんに行きましょう。花屋？花なんて喜ぶか。行けばわかるわよ。名前の由来になった花よ。よかった、今がちょうどシーズンだったみたいね。へえ、マグノリアって白い花だったんだ。よく知ってたね、ルーシー。まあね、こういう知識も小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。スティングに持ってってやろうぜ。よし。
頼まれてた白いもの見つけてきたぞ。お前にやるよ。マジで？もしかしてその白い花？この花、この町と同じマグノリアって名前なんだ。そうなのか。夏さんって物知りだな。教えたの私なんだけどね。それじゃありがたくもらうよ。いただきます。花を食った？スティング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか食べて美味しいものなの？うん、うまい。結構いけるじゃんマグノリア。ありがとう二人とも。そっか、それよかった。まあ喜んでくれたなら探した甲斐があるわ。あんたを優秀な精霊魔導士と見込んで頼みたいことがあるんだ。いきなり何？ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです。私たちのところに来た依頼なのですが。雪乃、その様子だともしかしてギルドに？はい、マスターの計らいでまたセーバートゥースに戻ることができました。雪乃、マスターはやめろって言ってるだろう。今まで通り呼んでくれよ。はい、スティング様。そっか、よかったじゃない。それで私に手伝ってほしい仕事って？こいつだ。遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけど。その遺跡には遥か昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしいのです。できればそれを探してほしいと。雪乃がその鍵に興味があるらしくてな。精霊の鍵？なるほど、それで私に。いいわよ、手伝ってあげる。ありがとうございます、ルーシー様。じゃあよろしく頼むよ、ルーシーさん。よし、それじゃあ出発だ。はい。それにしてもこの依頼主の人、見つけた鍵は譲ってくれるなんて太っ腹ね。主目的は遺跡の調査ということでしたから、調査結果をきっちりまとめて報告してくれればよいと。俺文章苦手だから、そこはルーシーさんに任せるよ。ルーシーさんって趣味で小説書いたりするんだろ？誰から聞いたの？って聞くまでもないか。夏ね。というか私に話を持ってきたのってそういう理由もあったわけね。バレたか。頼りにしてるよ。ルーシー様、私もお手伝いしますから。まあ頼りにされるのは悪い気はしないけどね。さあ行きましょう。ルーシー様、どこ行こうかな。ここにしましょう。遺跡はこの先です。遺跡の周りにはモンスター様も出るらしいので気を引き締めていきましょう。モンスターにまで様付けしなくても。調査であんま力になれねえ分、
戦う方は俺に任せてくれよ。近づくモンスターは俺がぶっ飛ばす。そう、例えばあいつみたいな。モンスター？あっ、雪乃、大丈夫か？はい、私は大丈夫です。私の鍵が。あいつ、雪乃の鍵を取っていったのね。私はまた鍵を。ごめんなさい、精霊のみんな。あいつ、遺跡の方に逃げていったな。ちょうどいい、取り返しに行くぞ。雪乃、俺のそばから離れるなよ。雪乃、やった。ここが依頼にあった遺跡。雪乃の鍵を取ったモンスターはどこへ逃げたのかしら。あっちの方だな。さすがドラゴンスレイヤー、モンスターの匂いがわかるのね。いや、鍵についた雪乃の匂いだ。私、そんなに匂うでしょうか。いや、そんなことはねえぞ。あっちですね、私見てきます。あ、おい雪乃、待てって。おい、雪乃、どうした？モンスターがこんなに？もしかして、雪乃の鍵を取ったやつの仲間？おい、てめえら！俺の大事な仲間に手出すんじゃねえ！雪乃は俺が守る！スティング様…かかってこい！一匹残らず倒してやるからよ！さあ、行くわよ！片付いたか。スティング様、ありがとうございます。ちょっと、お前、どうしたんだよ。泣くな、泣くなって。だって、嬉しくて。私を守るって大
事な仲間だって言ってくださって。雪乃は、ああ、俺はギルドを一から作り直す、仲間を大切にするギルドにするって決めたんだ。だからお前らがピンチの時はマスターの俺が絶対に助ける。私、セイバートゥースに戻れて本当に良かったです。こっちこそ、お前が戻ってきてくれて本当に良かったよ。私はお邪魔みたいね。で、あ、ルーシー様、どうかされましたか？鍵あったよ、取られちゃってた雪乃の鍵。よかった、みんな無事です。よかったな。で、なんか鍵の本数が増えてねえか？この一本は私の鍵ではありません。ってことは、それが依頼にあった遺跡に眠る鍵？見せて。ずいぶんボロい鍵だな。そんなんで本当に精霊が呼べるのか？あー、ダメみたい。これ完全に魔力を失っちゃってるわ。ってことはただのガラクタってことか。あー、骨折り損だったか。いえ、本来の目的は遺跡の調査ですから、依頼者様のためにしっかり調査してレポートにまとめましょう。さあ行くわよ。ルーシーキリック、白龍の矛。痛いわよ。白龍の矛。ルーシーキリック。白龍の鉄拳。俺たちは最強だ、負けはしねえ。やっと。どこ行こうかな。ここにしましょう。さて次はどこ行こうかな。ルーシー様、お疲れ様でした。手伝ってくださり本当にありがとうございます。いいのいいの、私なんて大したことしてないし。いえ、依頼者様も非常に読みやすいレポートだと褒めていらっしゃいました。ルーシー様は素晴らしいと思います。ありがとう。でも鍵のことは残念だったね。もう力を失ってたなんて。いえ、私はいいんです。もっと大切なものをもらいましたから。あ、どうした雪乃、俺の顔に何かついてるか？いえ、何でもありません。じゃ、俺たちはそろそろ帰るわ。ルーシーさん、手伝ってくれてありがとな。また会いましょう。仕事があるんだけど。あ、なんだよ、てめえから誘ってくるなんて珍しいな。どんな依頼なんだ？これ盗賊団の撃退、最近首都の周りで暴れてるらしいの。ほう、ん、この依頼書に書かれてる盗賊団の頭の名前、なんか見覚えあんな。気づいた？彼ファントムロードの元メンバーよ。ジュビアたちの前の仲間。ああ、あいつか。フェアリーテールとの戦いの後、ギルドが解散して
ジュビアたちみたいに別のギルドに入った人もいたけど、こういう風に悪いことに手を染めてしまった人もいるみたい。だから、ギヒ、元同僚の不始末は俺たちで片をつけに行かねえとな。ガジル君、ありがとう。じゃあ準備できたら行こう。